猫バスがもうまずいですね。この子。腹部の先端をクイッて曲げてるでしょ。冬のカマキリ成長日記。背中から樹液が出てるこの子。ちょっとなんか目が黒くなってきたか。釜のとろけが激しくなってきた気がするな。ほら、少し目がとろけてる感じもする。何これ。あ、硬い。背中は硬い。これ硬いわ。バリって剥がしちゃうとまたかわいそうだよね。これ修霊なんてもっと機敏に動くはずなんですが、この子はのそのそだね。成虫半年ぐらいやってる冬のカマキリみたいな感じの動きですね。長生きカマキリみたいにのそのそ動いてます。あとカマ見て、ほら、これ見えますか。前よりも進行してる気がする。何か病気に侵されてるよね。羽化できるかな、この子は。この子は今後ろ足 でぶら下がってなかったんだよね。昨日、この子は今日中足と鎌でぶら下がってた。ちょっとなんだか、この子今生きてるのもしんどい感じ。足が緑のこの子ね。いろいろ出ちゃってるんで、栄養分が不足してる気がする。10日ぐらいは経つと思う。様子が変だぞ。なんか年寄りカマキリみたいだぞお前。